はいどうもお茶です。じゃあ今日はね、芯を使ってバッコリランクマをやっていこうと思います。ってことでこのキャベツ頭の芯をね使っていこうと思います。はい、ということでね、夜メガネさんという方がね見つかりました。やっていきましょうか。3ピンと4ピンうろちょろしてるんでちょっと不安ですけどね。おっと、アクセル了解です。アクセルは個人的に64ぐらいのね、キャラ差がついてると思うんで、まあこっち6ですね。なのでね、負けるわけにいかないですね。まあとりあえず開幕は演出っといて、おっと、そこで当て身か。何読みだったんでしょうか。牽制読みだったんでしょうか。6回は当たっても何もリターンないんで無視。あああら、勝利が出なかった。金馬美味しいですねこれは。さあとりあえず落ち着いて、アクセル戦は焦ったら負け。当て身を越していますね。とりあえず肉子、なんかすごい今荒ぶってましたね、アクセルの方が。えっ、ちょっと待って、後ろにも連戦判定あんのかよ。これはおっと、受け身枯れしてこない。めちゃくちゃタッチピーじゃなくて JP かな、振ってきますね。これは多分、ジャンプを牽制してるんでしょうかね。やべ。もうちょっと距離調整してから、ジャンプして連戦を咎めに行くとかいう形じゃないと、届かなさそうですね。6回。おい。これね、アクセルとシンが、シン有利なね、唯一なんて言うんだろう。最大の特徴、ほっ、ご飯もぐもぐ。うおっと、なんだろうそれ、前パンしっかり出していたか。あー、やっちゃった。ってな感じで、発生的には連戦の方が早いのかな。なのでまあ一応ね、ビークをカウンターで咎めることもね、おそらくできるはず。なのでちょっと先出し気味にビークを出してあげるとね、面白いようにカウンターしちゃうんでね、そこ狙っていきたいですね。ここでほら、今多分連戦構えてたよね。たまに2敗にもカウンターするというね。ちょっとここはダスト当たらなかったか。さすがの真の長いダストでも。昇竜、ここら辺リターンないんで無視で、見えないからさ。見えたらいいんですけど、あー、やべ。ちょっと落ち着いてる暇ないな。でもこれ削りダメージがあるんで、やった、これはもう無理っすね。ちょっと厳しいな。よいしょ。なるべくこっちのターンでダメージを取っていきたい。着地に引っかかった。マジかーい。これは痛すぎますね。よいしょ。もう一回投げかくっていたー。ちょっと距離詰めすぎた感。よいしょ。ご飯もぐもぐ。はい。なんだろう、バックステかな。カウンターヒットじゃなかったんでバックステかな多分。まあ、6回ものはね、脳死で、置き攻めに使っただけです、正直。やべ、三角ボタン取れる。最近、アケコンのボタンがね、取れ始めてきてます。はい、美味しいよ。三角ボタンがね、取れ始めてきてるっていう。おい、読んでいる。だから、昇竜拳とかね、やるとき超怖い。あ、これは俺がかくったか。かくってしまった。減るね。やべえ、これ。投げて、もう攻めに行くか。やっちゃった。余裕でした。見てから2P。え？うわー、死んだー。ちょっとこの試合はあんまりいい試合とは言えませんでしたね。2連敗か。まさかの。
ちょっときつめですね。まあたまにはこういう日もあるということで、今日はこんな感じの動画になりました。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。